おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた？おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。あいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀藩。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅうね。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。
たよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって、自分でそうは思わねえの？アホぬかぜ、誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ、そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや、オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね、俺には分からないよ。あんたに分かってもらう必要はない。今月の売り上げや、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ、あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろ。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうがなんぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやってるわ。ほう、何でも。ああそうや、それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの？冗談だよ。いや意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あそうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。
それがどないした？そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ。のりこはここのナンバーワンなんだろ。おあつらえ向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく、落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や？よそですか。よその子でしたら、そうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ？決まっとるやろ。望みをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか？そもそもそんなことはどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。Take this.
行くで。強すぎんで。いらっしゃいませ。ありがとう。
兄さん、ええことせえへん。おお、一緒に飲もうや。お前今メンチ切ったやろ。なんなんや。欲しいって許してください。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ、すんません、ただいま満席でして。少々待っていただいても構いませんでしょうか？かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。ここです。おお、こら、えらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はい、こっちお願い。
今日はまたえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか。まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます。ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい、今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。さあ100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅうんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや。のぞみさんですか。ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんて。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。
これはこれは山形藩、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやな。さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びます。せ説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私を？俺が見たところ、この店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。まだある。実は今オデッセイは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しい。ちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時、満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど。こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても、今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいますわ。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。
ほな。本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。お主、おま、うん、さよう。何やて？いや、
急いだ。ああ、とりあえずてめえランドはやるんかい。おう待てや、ま、はあ、誰やお前ら。オデッセ。望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。無理によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。
あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。お客様は神。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわ。せやけど客やないなら話は別。何なんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟、
兄弟。おう。例のあれ持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発発射できる。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか、柴田。単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえっちゅうんか。落ち着いて落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴ぐらや。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。you